C3 in 香港とは C3 in 香港行政委員会が開催する日本のアニメゲームサブカルチャーの大型総合イベントである。初回開催は2009年4月2011年から毎年ワンチャイコンベンションセンターで開催される。2016年 C3 会場における商業ブース千葉県千葉市三浜区の幕張メッセを会場に年に1回夏に行われている。 C3 東京の元にしたイベントである。主催者が実験的試みとして香港の実施者と合意に達し、2009年に初めて海外でイベントを開催した。以降、2011年から正式に共同開催イベントとなり、毎年開催する大型の展覧会である。日本元祖的なアニメイベントと宣伝し、C3 には日本のキャラクターカルチャーと コンテンツという意味が込められている。日本大手企業が商品の販売、展示やキャラクターグッズの最新情報の紹介、展示会を行う。また、アニソン歌手、声優のコンサートやアニメ原作者、アイドルのサイン会などいろいろなイベントが開催されている。その中にコスプレ大会は一番注目されている。2014年のコスプレ大会は世界コスプレサミット、 香港地域の予選ともなっていた。世界コスプレサミットとは、世界コスプレサミット実行委員会が開催している、コスプレの世界最大のイベントである。2016年は30カ国、地域が参加した。近年では、子供大賞のコンテスト、子供会がコンクールも行われ始めた。2015年に株式会社ランティスが主催する、海外公演ライブイベント、アニソンワールドツアー。 ランティスフェスティバル2015イン香港を開催した。日本のサブカルチャーに深く影響されている香港は、毎年も色々なアニメ関連イベントが開催される。C3 以外最大型アニメコミックスゲームの総合イベントは、区である。夏休みの間に開催されるイベントなので親子、お出かけ、イベントにも扱われる。そのため、C3 と比べて区は、 比較的に一般人向けなアニメイベントである。近年はアニメよりゲームイベントの傾向にある。また、2014年からクリエイティブ・プララダイスという導入イベントを同時に行う。CP を除いてコミックワールド・レインボー柄は香港の比較的大型な導入イベント。日本一般の導入修理イベントと同様に導入・二次創作、コスプレ活動に中心するイベントである。 そうじて言うと、C さんは比較的に商業的アニメファンがメインターゲットする日本アニメイベントである。ありがとうございます。